アビリスエージェンシー深見です。小川です。皆さんこんにちは。今回は、はい、仲間のことを知ろうシリーズということで、全身性エリテマトーレスについてご紹介します。ご覧ください。お願いします。では今回は全身性エリテマトーレスについてです。はい、うん、この動画を見ていいねって思ってくださった方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ベルボタンも押してください。というわけで、はい、全身性エリテマトーレス、深見さん聞いたことありますか？あります、あります、何回か、うん、はい、全身性エリテマトーレスの方に会ったこともそうですね、何名か、うんうん、あったりしますよね。これ全身性って言葉がついている通り、はい、症状が全身に出るという特徴があります。はい、うんうん、じゃあまずはそもそもどんな病気なのかね、はい、ご紹介していきましょう。はい、で全身に出るということで、うん、症状はね細かくこの後にもご紹介するんですけれど、はい、例えば発熱、うん、あと全身の倦怠感など全身に炎症が出てきます。炎症ね。うん、で特に多いものとしては関節関係と、うんうんうん、あと皮膚症状で、それ以外には臓器でいうと腎臓や肺、あと中枢神経、そういったところに出てきます。で全身に出るものなんですけれど、じゃあ原因って何だろうってね、はい、思いますよね。うん、これは自己免疫疾患と言われて、免疫系とすごく密接なもので、自己免疫疾患って自分を自分で攻撃しちゃうっていうものなんですけれど、そういったものの一つになっています。でこれ特徴としては女性に多いんです。はい、そうですよね、女性ばっかり困ったことは、うん、やっぱりそうですか。うん、1対9で9の方が女性と言われていて、はい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 、本当に多くが女性です。うん、で特に後発の年齢としては20代から40代の女性に多くなっています。はい、でそんなもの、まあ、全身に出ますよということで今ねざっくりご紹介したんですけど、はい、うん、具体的にどんな症状が出るかっていうと、まず全身症状としては発熱、うん、疲労感、うん、あと食欲不振とか、うん、そういうものが出てきます。なるほど、なるほど。関節症状、はい、これはどこに出ると思いますか？関節？なんかでもね、手だったかな。うん、はい、そうですね、肘とか、あともちろん膝とかにも出るんですけど、うんうん、そういう大きな関節に出るパターンと、そうなんです、そうなんです。あとはね、手の指とか小さい関節に出る場合もあります。うん、はいはいはい、これはね本当に人それぞれ違うので、うん、大きい関節に出るパターンですと歩くのが少し難しくって、それこそ車椅子を使うという方もね、いたりします。うん、だからどこの関節に出るかはわからないんですけれど、うん、大きな関節にも小さい関節にも出るバージョンがあります。炎症ですかね、どんなその関節。そうなんです、腫れるのと痛みですね。うん、ね、うん、やっぱり関節炎っていう状態に出てくるので、はいはいはい、痛みとあと腫れ感が、あと熱感を持ったりもします。うん、で次に皮膚症状です。これがね特徴的で、うん、長径硬汗というのが、長径硬汗、ね、看護師のそれこそねテストとかに出てくるんですよ。全身性エリテマトーレスといえば長径硬汗、長径って蝶々の蝶っていう字ですね。おう、うん、蝶々の形をした硬汗なので、はい、赤い、はい、そうです、赤い湿疹みたいな形ですね。でどこに出るかというと、はい、鼻緒からこのほっぺにかけて、ここです。こうか。そうです、ここがリボンみたいに見える、あ、リボンじゃない、蝶々、蝶々、うん、そう、長径ですからねそう、こう出てくるのが特徴になっています。これがね、皮膚症状ですね。であと特徴的なものは、はい、日光過敏症って言ったり、光線過敏症って言い方もするんですけれど、はいはいはい、私たち外に出てもね、うんうん、紫外線で、まあ、日焼けしたりはしますけれど、うんうん、それによってすごい水ぶくれになってしまったり、うん、赤く腫れてしまったりってこと、はいはい、よっぽどじゃないとね皆さんないと思うんです。うん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 、だけどこの症状の一つには、その光線過敏症って言って、そこほどさほど影響がないような紫外線であったとしても赤く腫れ上がってしまったりっていうのが特徴としてあります。そう、僕が会った方もね、日の光にすごい、うんうん、気にされてましたね。そうですよね、うん、だから結構本当に
でしょう、日焼け防止以上の防止対策みたいな形で、日中外出ないようになるべくしてるっておっしゃってましたね、うん、やっぱり炎症が強く出てしまうので、うんうん、それも人それぞれなんですけれど度合いは、うんうん、ただ外に出ないようにしたり、うん、出るんであればもうガードを本当にしっかりとしてっていう形でやられている方が多くなっています、うんうん、でそれ以外には口内炎とか、あとはね脱毛もね症状にあるんですよ。そうなんですね。円形脱毛とか、はい、あと朝起きたら結構髪の毛が抜けていたとか、そんな形で症状が出たりもします、はい、であとちょっと心配なのがその臓器障害、うん、で全身の中にはもちろん臓器も含まれているので、はい、さっきお伝えした腎臓とかね、うん、慢性化することで、うん、それこそ生活に支障が出てしまうような疾患に、ね、移り変わっていってしまう可能性もある病気になっています、うん、腎臓ね出てらっしゃいましたねやっぱり、うんうん、その方もそうですかね、うんうん、そうなんです。このあたりが全身性エリテマトーデスの症状になるんですけれど、はいうんうん、では、はい、治療法とか、うんまあ、こんな形でケアをしていったらいいんだということを、ねうんうん、お伝えすると、はい、まず治療法としてはやっぱり自己免疫疾患なので、うん、ステロイドなどを使って、はい、免疫抑制を行っていきます、うんうん、で免疫抑制を行うことで少しでも症状が、ね、治まればいいっていう方法と、うん、あとは今出ている症状を緩和させるということで、はい、例えば関節炎とかが出てると痛いですし、うんうん、とにかくその痛みを消すようなお薬を使っていくような治療法もあります、はい、でそれらをやることによってと症状を、ね、緩和させて日頃の生活をしやすくしていこうっていう治療が行われるんですけれど、はい、じゃあ何が心配かっていうと、うんはいさっきお伝えしたように紫外線ですね。まず一つ目は、うん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 、やっぱり外に遊びに行ったりっていうのがなかなか難しかったりですとか、はい、炎症を起こしてしまうからそれが選択肢として少なくなっていってしまうということがあります、うんうんはい、で病気自体も悪化してしまうので、うんうん、やっぱり紫外線は要注意です。であともう一つ要注意なのは、はい、免疫抑制剤を使うステロイドとかいろんな種類があるんですけれど、はいうん、それを使うことで免疫が下がっている状態になるんですね。あーなるほど。そうするとね感染症にかかりやすくなってしまうのでやっぱり人混みとか、うん、あと感染症が流行っている時とかは、はい、ちょっと出歩くのが難しいとか感染対策をより一層しなくてはとなっています、はい、なのでね全身性エリテマトーデスの方と遊ぶ時には私たちもね、うん、しっかりとその感染症をうつさないとか、ねうん、あと室内での遊びにしようかとかいろんなね、はい、アイディアを一緒に考えながら楽しい時間を過ごしてもらえたらなと思います、はい、というわけで今回は全身性エリテマトーデスについてご紹介しました、はい、また見てくださいね。さよなら。